何かにチャレンジする前とか、新しいことをやり始める前とかって、不安になったりするじゃないですか。例えば、異性、女の子とか、まあ男の子とかをデートに誘おうって思った時とかって、めちゃくちゃドキドキするし、不安になったりしますよね。他にも、初めて職場に行く時であったりだとか、初めての仕事にチャレンジする時であったりだとか、そういうふうにね、何か新しいことをする時って、常に不安というものがあると思うんですよね。でもこの不安があることによってなかなか行動できなかったりだとか、自分自身が持てなかったりするような、今度そういったことが起こってくると思うので、まあ、そういった不安っていうものをどういうふうに乗り越えていけばいいのかっていうことを今回解説していこうと思います。このチャンネルではそういったね、メンタリングの部分ですね、精神的にどういった考えていけばいいのかっていう部分と、コミュニケーションのアプローチとかの部分ですね、そういった部分を解説しているチャンネルになるので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ということで今回も内容に入っていきましょう。まずですね、不安なんですけど、誰だって不安はあるんですよ。不安っていうのは誰だってあるんですね。まあこれは当たり前のことなんですけど、もちろん僕にもいろんな不安なことっていうのはあります。で、これはですね、乗り越えた分強くなると。 ちょっと字がね、わけわかんなくなってるんですけど。 乗り越えた分強くなるんですよっていうことなんですね。で、乗り越えた分強くなるっていうのはですね、要は僕たちっていろんなことをこれまでも乗り越えてきてるわけですよ。例えば、初めて小学校に行くとき、ランドセルを背負ってね、てことか歩いていってるときも、新しい環境だなーって、ちょっとワクワクもしながらも、でも不安もある。こういう、ということがあったりだとか、中学校に入って、じゃあ初めてコンクールに出たとか、大会に出たとかね、っていうときも緊張したと思うし、不安だったと思います。で、僕もね、初めて女の子に告白するときは、もうドキ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 してね、心臓、ちゃんと左側にあるとか思うぐらいドキドキしてたし、それ以降もね、返事もらうまでの短い間でしたけど、もう何も食べたくないし、何も飲みたくないしっていうようなね、ドキドキ感が非常にすごかったっていうね。まあ、それぐらい不安な、出来事とかも経験してきたんですけど、そういうふうに、いろんなことを経験してきて、思うのが、それって大したことなかったなって思う時って結構あるじゃないですか。あれってそんなになんか大したことじゃなかったよな、みたいなことってよくあると思うんですよね。例えば、僕、結構田舎の方に住んでるんですよ。地方住みなので、まあ、なんか、関西に住んでて、まあ、和歌山に住んでるんですけど、大阪に行くっていうのが、まあ、僕たちの中では、都会に行くっていうか、まあ、なんかこう、いろいろ買い物するんだったら大阪行こう、みたいな感じになるわけなんですよね。梅田とか、その辺行こう、みたいになるわけですよ。でも、まあ、なかなか、初めの頃って、どうやって一人で大阪行くのかとかってわかんなくて、なんかバスに乗ってとか、電車乗ってとかでしなきゃいけないわけじゃないですか。で、初めの頃って、やっぱりバスってこれで合ってんのかなとか、バスの番号、なんかこう、例えば7の D とかだったら7の D ってどこなのとか、いろいろ不安になったりするわけですよ。このバスで合ってるのかなとか、なんかいろいろ不安になるわけですね。バス待ってる間とかも。バスで前後するじゃないですか、時間が。あれ来ないのかなとか。あれ間違ってるかなとかでいろいろ考えたりとかしたわけですね。でも、何回も何回も乗ってるうちに、まあもうなんか普通に乗るようになったし、なんか何に不安を感じてたんだろうなってことが分かんなくなってきたりするわけですよ。自転車とかもそうですよね。今自転車乗ってるけど、初めて自転車乗った時でもこけまくってたじゃないですか。でも今思ったらなんであんなにこけてたんだろうとか、なんであんなに怖がってたんだろうって分かんないですよね。そういうことなんですよ。僕たちって、その時不安だったり、悩んだりとかすることでも、後から考えたら、なんか笑っちゃうようなことだったりするんですね。そういうふうに、不安っていうものは乗り越えた分だけ強くなるっていうことなんですよ。後から思えば大したことない取り越し苦労だということですね。まあ、高橋優さんっていうアーティストの方も、歌の中で、感謝っていいさ、大体のことは取り越し苦労だと。そういったことを言ってたりもしましたけども、それってね、確かにそうだなっていうふうに思います。僕もいろんなことに対して不安に感じるんですよね。これから大丈夫かなとか、あなたと一緒にやっていけるかなとか、あなたとうまく付き合えるかなとか、こういった仕事できるかなとか、いろいろ、不安に思うわけですよ。でも不安に思ってるうちって一番辛いなって僕は思ってて、不安に思って足を止めちゃうことが一番不安を、増長させるなっていうふうに思うんですよ。なぜかというと、あれできないかもしれないなーってずっと思うのって、なんかモヤモヤするじゃないですか。で、モヤモヤしてる時で何をしたら変わるかって、結局行動しなきゃ変わらないわけですよね。行動しなきゃ変わらないわけだから、それやってみるしかないわけですよ。でも、
それをずっと傍観してるっていうことは、状況が変わらないっていうことなんですよね。状況が変わらないっていうことは、ずっとその不安から逃げている状態だけど、縛られている状態ですね。それができるかできないかっていう答えが出ないからね。でも、やってみると、あ、なんだ、簡単じゃんってなったりするわけですよね。で、そうやっていろんなことを経験していくうちに、ああ、なるほどと。そんなに不安にならなくても、やってみればいいんだみたいなことが分かってくると。で、こういうふうにいろんなことにチャレンジしていくっていうことが不安を乗り越える一番の方法だなっていうふうに思ってます。だから、不安だから行動できないんじゃなくて、不安だからこそ行動するべきだっていうことなんですね。で、チャレンジし続けることっていつまでも大事だよっていうことを僕は言いたくて、で、僕もね、いろんなことに普段からチャレンジしてて、まあ、新しいことをどん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 始めていこうっていうふうに考えてるんですね。で、こういうふうに、新しいことにいろいろチャレンジしていっている人っていうのは、その、不安を感じるハードルっていうのが下がっていくんですよね。なので、こういろんなことに対して、まあ、とりあえずやってみようかっていう話になってくるわけですね。で、不安な人の特徴として一番に挙げられるのはやっぱり失敗を恐れているっていうことが多くて、で、逆に不安を乗り越えられる人っていうのは、失敗は当然のことだっていうふうに思ってるんですよね。初めからうまくいくわけない。なんかないと、失敗するのが当たり前だっていう風な感じでいるので、失敗してから改善は見つければいいじゃんみたいな感じで行動し始めるんですね。なので、そういう風にチャレンジすると、とにかくチャレンジするっていうことが大事で、よくね、大人になってくるともうなんか保守的にね、行動したりとかってことが多くなってくるんですけど、人に対して何か教えたりとかってことも多くなってくるじゃないですか。そういう時にチャレンジしてない大人が何か言ったって相手は聞かないわけですよ。だから何もしていない人に、例えばずっとテレビ見ながらぼーっとしてるのに勉強しなさいって言われて勉強したくなるかって話ですよね。まあそれってしたくないじゃないですか。だから僕は一番の教育って自分が同じことをするというか、自分が何かにチャレンジしてる姿を見せることだなっていうふうに思ってるし、それが大事だなっていうふうに思っているんですね。だから僕もやっぱこういうところでラストに喋っているんだから、普段からね、何も自分はチャレンジしないっていうのはおかしいじゃないですか。だからいろんなことにチャレンジしていこうというふうに思ってるわけですね。だからもちろん失敗とかもたくさんするし、うまくいかないこととかっていうのも多いんですけど、でも漠然とした不安に襲われることっていうのはないんですね。やっぱりチャレンジして動いている分、そのところから抜け出そうとしてるときってそこに夢中になってるから不安にならないんですよ。でも不安になるときって何もしていなくて考えることがそれしかないから不安になると。湖の上でポツンとヨットの上で放置されたとするじゃないですか。そういう時って、じゃあここから何とかして抜け出そうと思って、こう、オールを漕いでいる時は不安にはならないわけですよ。それに必死だから。その、オールを漕ぐことに必死になっていると。でも、ここのまま自分でどうなるのかなーって真ん中で放置されて、ずっと何もしないから不安になるわけですよ。なので、抜け出したりとか、前に進むことに夢中になれば不安っていうものは自然と消えていくんですね。だから、チャレンジし続けることが大事だと。で、そうやって、いろんなことを乗り越えたっていう経験がだんだん、あ、不安って確かに感じるけど、進んでみたら案外大したことないんだなってことが分かってくるので、どん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 前向きに生きられるようになってくるんですね。だから、不安に対してマイナスのラベルを貼るんじゃなくて、不安があるときこそ成長するチャンスなんだと。進むことが大事なんだっていうことを覚えておいてもらえたらなというふうに思います。で、まあこんな感じでね、マインドセットですね。考え方が変わると、結構物事に対しての捉え方であったりとか、感じる感情って変わってくるんですね。できることなら何かを感じ取った時に前向きに捉える方がやっぱり前に進めるし、自分的にも楽じゃないですか。人生楽しくなりますよね。なので、そういう風にいろんなことをまあ楽観的にね、楽しく捉えていけるようになるために、それの土台となる考え方を身につけていく方がいいんですね。なので、まあ、人生楽しくなる考え方ってこういったものがあるよとか、人間関係になる考え方ってこういうものがあるよっていうのを僕のコミュニティ内で解説しているので、よかったら概要欄のね、コミュニティ参加っていうところの URL から参加してもらえたらなという風に思います。で、毎週こんな感じで動画もアップしていってるんで、よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。